おっしゃー、それではアイワナカンカーザブローゲームですね、続きをやっていきたいと思います。今回まずは予想修正タイムっていうことで、前回ね50マップまでノーデスで来ることができましたんで、皆さんもね予想し直していただければと思います。まあここに立ち止まっててもなんなんで進めながらやっていきますけど、前回ねまあ100デスは超えたくないっていうことで、もう50マップまで来ちゃったんでね、とりあえず僕の予想は、ちょっと待ってよ、ネズミ返しだな、待ってよ、あれちょっと待ってよ、真面目に行こう、オッケー、予想は変わらず100で、こんでね調子乗ってじゃあ50ですでって言って50です超えたら、やっぱり罰ゲームが待ってるんで、そこは変えないでね行こうと思います。でファーストデスに関しては、まあ60マップ台って60マップ台って言ったそばから死んでるよ、おい死んじゃったよ。まあただね、ファーストデスのマップ数は別に外れても罰ゲーム設けてないんで、あくまでね罰ゲームはその予想したデス数をオーバーしたのみ、うちのねにゃんこのチュールが1週間お預けになるっていうことなんで、ここ注意だよ、ほんと危ねえ、オッケー。しかしついにファーストデス奪われてしまった。1回死ぬとね、ほんとこのタイプ何回も死ぬようになってくから、注意だよここ、オッケー、大事に大事に行こう。まあ、まだ1デスだけど、あと99デスでもうダメでしょ、余裕はぶっこいてらんないから、オッケー。で55マップ、やべ、うわっもう集中力大丈夫よ、ちょっと一回顔洗ってきた方がいいんじゃない。もう顔洗うどころかね、風呂入ってきたんで目はバッチリ覚めた、だからいけるはず、落ち着いてよ、オッケー。まあ死にはしたけど、変わらずねサクサク進めてくっていうのはもう大前提で、変にビビんないでいく、はい。おちょっと待ってよ、よし上下はやばいな。で57マップ、このマップはとりあえず死なないでいけそうな気はしてるけど、また単体で上下出てこられんのがやばいな。あのなんかドックンドックンも相まってめっちゃ緊張すっから、あれで58、もうサクサク進めてくよ、言うてまだ2レースだから、はい、素直に降りてこうやって、はい、とりあえずその一箇所で沼るっていうことがなければ、バタバタね死ぬってことはないと思うんだけど、1マスから出るやつ、オッケー、大事に大事に行こう、できれば60マップまで死にたくない、デス数2回を維持していきたいな、はい、オッケー。で60マップ、ここはそんな難しくなさそう、ちゃんとよく見て、オッケー。でまた今回も多分ボスが2体いる感じかな、多分75と100でボスがいるんじゃないかなと思うんですけど、ボス怖いな、強いの出てきて死にまくるっていうのが一番怖い。道中は意外となんとかなるかな、結構この動いてるリンゴが厄介ではあるんだけど、逆になんであそこで死んだんだろうな、
難しくはない。悪くない悪くない。でこうやって余裕ぶっこいてると痛い目、こっちから行った方がいいかな。痛い目見るから、とりあえず真面目にね。オッケー。意外と60マップ台は難しいことないかな。ん？あ、こんで、ちょっと待ってよ。ん？え、一回上から回り込むとどいてくれるとかそういう感じ？あ、ですね。こんでもう一回行けよと。なるほど。で、これで64マップ目が終了。ここも全然難しいことはなさそうだから、なんか欲しいことをしたな。あそこで2回死ななければ、この辺全然死んでないから。これはちょっと針が、リンゴも見にくい。1回、こう、もう落ち着いて。ちょっと待ってよ、これ注意。オッケー。で、67マップ。デス数はでも予想ではまあその100って言ってるけど、意外と30デスぐらいでいけたりしないかな。もしかしたらほんと10デスとかで済むかもしんないし、行っても30、40ぐらいで止まるかもしんないですね。その万が一超えてっていう場合が怖いから100って言っておくけど、だってもうこんで70なんでしょう。意外といけちゃいそうな気がしてるんですよね。ここは落ち着いて、はい、オッケー。そう、この間ね、ようやく、ちょっと待って、だからまた、オッケー。ようやくね、あのリクエストいただいていたノットアナザーニードルゲーム、その着手してクリアしたんですけど、あれもね、最初100マップって言われてて、蓋を開けてみたらね、190マップとかやらされたんですよね、結局。で、さらにあの隠しアイテムもあって、で、さらにね、なんか最後上下反転してもう一回あの下らされるっていうか、登ってったのかな、あれ。だからめちゃくちゃボリューミーなアイワナでしたよ。まあこれと同じぐらいのタイミングでね、投稿して、ここで死んだか。3回目、悔しいね。今のは完全に気が緩んだ。ちくしょう。まあまあ、まだ3回目、予想の100回までまだ97回死ねるってことだから。で、これ普通にこっち行っちゃっていいですよね。あの右の空間は何なんだろうな。出た！ちょっと待ってよ、これは死ぬかもしんない。やばい、だったら上下が良かった。行く行く、よっしゃ、行った！はあ、やめてくれよこういうの。はあ、おい、あ、なんだ？ん？なになに？なんかある感じ？特に隠しとかはないよね。ん？普通に右行っちゃっていい感じですかね。なんだよ。ああ。よかった。さっきのところで沼る可能性も十分あったから。で、ボスですね。セーブがどんどんでっかく。なるほど。
このタイプは苦手じゃない。死なないで、死なないで倒したい。はい、悪くない、悪くないよ。もうよく見てるわ、このちっこいセーブは全然寄りられっから。ちょっと待ってよ、花火、花火になる。オッケー、逆に花火の方が楽かもしんない。はい、あとちょっと、これは死なないでいける。次で、次で倒せない。よし、なんとかボスも死なないで倒せたんで、あと25マップでしょ。え、100ですはいかないとは思うんだけど、ちょっと待って、あそこまた上下がある。行こう。あくっそ、死んだよ。ここで沼りたくない。やばい、そろそろ超えないと。こんなところで沼ってる場合じゃないから、行こう。よし、オッケー。まさかここで何回か死ぬことになるとは思わなかった。はあ、もう落ち着いて、上下さえなければなんとかなるから、タイミング次第。はい、で78、もうちょっとね長くなるかもしんないですけど、まただよ、ちょっと待ってよ。よし、もう長くなるかもしんないけど、今回後編ということでこれで完結させますから、またタイミングよくこう。オッケー、もう大丈夫。斜め、よし。ちょっと、いった、よし。なげせっかく上下超えたのにさ。オッケー、よし、こんで、あとはそんな死ぬことないでしょ。ちくしょう、少しずつデス数が増えてってる。やばいな、81マップだけど、え、今もう10デス超えたかな。やっぱ30から40デスぐらいでフィニッシュなりそうな気はしてるんですけど、100はいかないと思う。で、この辺が、いやあ、ジャンプボタン強く押しすぎたよ。くそー、落ち着いてやりゃできるってラピュタの親方も言ってたから焦る必要はない。ほんと落ち着いてやればできる。よし、ここは大事に。よし、83マップでもちょっと集中力なくなってきてんな。これはリアルに100デス視野に入れといた方がいいかもしんないな。え、上からで84。まあ、いよいよカウントダウンは始まってはいるんで、死ぬなよ、もうほんと水中がちょっと怖いね。この辺は、この辺はまあ大丈夫。はい、で85が間もなく終わると。はい、早くこの水中終わってくれると。あ、終わりましたね。で、ガラッと雰囲気も変わる。まさかのカービィの曲。え、ちょっと待ってよ。
微妙に速さが違うんだな、これ。オッケー。で、87。間に合って。オッケー。はい。で、上下。よし！これは、乗んないで降りた方がいいですね。で、また荒ぶってるリフトがいっぱいあるから、ちょっと待ってよ。オッケー。で、88。ここもそんなに難しくはない。はい。で、こんで、はい。ちょっと待ってよ。そっか、あいつそこで折り返すんだ。くそ。じゃもう一回行くしかない。はい。おい、さっきとタイミング変わっちゃったよ。落ち着け、マジで。そんな難しくないはずだから、このマップ。こう。で、ちゃんと飛び乗る。はい。で、こう。そんな難しくないはずなんだけど。で、コン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 やって、これは素直に乗ってって大丈夫と。行こう。はい。死ぬなよ。89突破。いよいよ90マップ。またあれに触りに行く感じですね。一回これは左ダイレクトに一段ジャンプで降りて、おっ、いい。しっかり飛ぼうよ。マジか。やっぱダイレクトに左行っちゃった方がいいな。はい。オッケー。で、やつに触れると多分あそこの針がいなくなるから。こんでようやく、ちょっと待ってよ。はい。あのリフト乗って、こう。いよいよ、91。から何回死ぬかだな。はい。あぶね。後半になっていよいよ結構難しめの配置も出ては来てるから油断なんない。まあさすがに上下2連みたいなのは出ないとは思うんですけど。で、ここ。オッケー。上で、よし。死ぬなよ。もう一回あれ超えんの嫌だよ俺。スッと降りて、こう。93。この辺はなあ、この辺はいいって言おうと思った矢先だよ。問題はネズミ返しんとこ。失敗したとしてもリカバリーできるからうまいこと落ちる。はい、いくぞ。オッケー。はい。で、もうあとはそんな怖いことない。当たんなよ。オッケー。94。はい。あれ最後上下あんな。そこまでは、あ、うさほど問題ないから、やっぱ立ちはだかるは上下だな。死にたくないこれ。頼む。ああ
死んでしまったよ。わあ、上限ところまではまあいけるからいいわ。え？あ、針あったのこれ。気づかなかったさっき。全然目に入ってなかった。あったんだこれ。まあまあいいよ。それ以外特に変わんないから問題は上下だけ。あいつさえ超えれば。はい、行くぞ。さすがに2回目でオッケーで95、残すところあと5マップ。やべ、頭ぶつけちゃダメだ。そこ今のは単純になんかミスった感あるな。だから頭ぶつけないようにこう、あ、落ちてくる感じ。あ、全部落ちてくるのね。なんだよ、なんか一個ずつとかかと思った。じゃあ結構急いでいかないといけないやつかな。まあ手の内分かっちゃえばね。はい、もう全部落ちてくるから落ち着いて。はい、オッケー、95終了。あ、で氷だけど別に床が滑るわけではないと。はい、96、そんな難しくないぞこれ。もういよいよ本当にカウントダウン始まってるから。斜め、オッケー、97。意外と50ですもん、行かないでいけそう。あう、何やってんの。焦る必要なんてないんだよ本当に。誰もせかしてないから。はい、オッケー、で97が終了。ほんとカウントダウン始まってっから。ほんで98、どっちからでもいける感じですかね。ならあえてこっちで。はい、左の方が簡単そうっちゃ簡単そう。まあいけましたね。うーわ、出た。だったら上下2連の方が良かったな。え、よっしゃ、いった。あ、どっち、なんか、あ、右でいいんですかね。お、え、どっかブロック消えたりしませんか。おい、あ、これでボス、やべって、いよいよボスですかね。お、無限ジャンプができる。まあとりあえず多分ラスボスだとは思うんですけど。ああ、なるほどね、このブロックで攻撃遮られちゃう感じか。さすがにラスボスは何回か死ぬかもしんないな。頼むよマジで。え、なかなか当たんない。まだ3分の1ぐらいしか与えてない。3分の1も与えてない。こんで、おい、こんでパターン変わって3分の1って感じか。なるほど、まあ倒しちゃいましょう。まあやってりゃ倒せる相手だとは思うんで、最初はそんな難しいことはない。3分の1ぐらい減らすとなんかパターン変わってたから、2回ぐらいパターン変わんのかな。なんか変に無限ジャンプしないで、この下の方でも、あ、下だと当たんないですね。やっぱ真ん中目で打ってんのが一番いいのかな。下だと当てにくい。当たんないことはないけど当てにくいから。でそろそろパターンが変わるか増えるか。増える感じ。あ、
これに切り替わる感じですね。オッケー、これだけならまだいける。もうすぐ半分、これも落ち着いて、もう当たったらラッキーで、余計の専念でいいかな。はい、なかなか当たんないけど、ただこんでもうすぐ半分だとパターン変わんないってことは、やっぱり残り3分の1でまたなんか変わるんだと思うんで、はい、オッケー、このパターンの方が簡単だな、最初のやつより。はい、そろそろ変わるかなんかする。どう？あ、変わりますね。これはしっかり、ちょっと待ってよ、これ時期っぽいな。あ、ですね、時期狙いで飛んでくるから、これはしっかり避けた方がいい。はい、さっきの第2パターンよりはしんどいから、はい、これを避けて打つ。ちょっと待ってよ、タイミングが合わないとダメだな。でもこれ今回で倒せちゃわないかな。あと2、3発じゃない？ダメ？あ、倒した。よっしゃ。え？で、ここに戻ってくんの？ん？とりあえず死ぬ要素ないからもうちょい進めてみます。え？まだ100マップ以上続く、おい、続く系なのかな。ただ1マップ目と同じだとは思うんで、あ、こんで何エンディングになるかに、びっくりしたよ。もうステージ1ノットキナーアップル、確かにね、攻撃当たっても死ななかったですからね。なんかそういう仕様のボスだったってことか。よかった。じゃあまあ形としてはね、101マップやりましたけど、最後の1マップはまあ確かにカウントしなくてもいいかな。だからまあ全100マップですよね。いや、もう途中からデス数数えてなかったから僕もわかんないですけど、何回死んだんだろう。なんか50死んだか死んでないかっていう感じ。100はまあ行ってないとは思うんですけど、50回際どいかもしんないな。え、早く早く結果が見たい。皆さんはだいたいどれぐらいで予想されました？まあボスがね、とりあえずラスボスで2回死んじゃいましたけど、それ以外のボスではね、まあ1回も死なずに基本道中でのデスだったんで、50もいってなさそうな気はするんだけどな。まあ30からやっぱ40ぐらいの間なのかな。いや、気になんな。で、ファーストデスに関しては52マップ目ですか。もうちょい頑張りたかったけどな。いやー、でも久しぶりにこの一撃系やったけど面白いですね。ただやっぱ今回でも結構いい時間のね動画になってるんで、100マップぶっ通しでやっちゃうとね、やっぱり1時間半とか結構いい時間の動画になってしまうので、こうやって前編後編に分けてやるのがいいのかな。あ、でワープが出てきましたね。なので、あの動画の中でもね、お伝えさせていただいた通り、まあまたこの一撃系シリーズやっていきたいと思うので、いかんせんね、あの僕カンカザブローゲームしか知らないので、てかこの3までしかダウンロードしていないので、他にねこういう一撃系あるよってあのご存知の方いらっしゃいましたら、コメントをいただけると嬉しいです。こんで、あ、サンキューフォープレイングになりました。で、なんかワープもあるんだけど、とりあえず入ってみますか。あ、でまたエンディングになるだけですかね。オッケー。であればね、気になる結果発表の方行きたいと思います。セーブデータ選択画面の方に戻りましょう。はい、というわけでセーブデータ選択画面の方に戻ってまいりました。クリア時のデス数28回でしたね。いや、前回の111回に比べればね、
かなり進歩したんじゃないのかな。てっきり50ですぐらいは行っちゃってると思ってたんで、まあやっぱり30から40ぐらいって言ってたんで、まあそれに近しいところでしたね。でクリアタイムは44分13秒という結果に終わりました。まあ今度ね、第2弾としてこのカンカーザブローゲームの2も遊んでみようかなとは思うんですけれども、まあまたね、記録をなんか前回の記録を下回りたいみたいな言ってたら、今度28回を下回らなきゃいけなくなるんで、次も目標は100回かな、とりあえず。まあそんな感じでね、アイワナカンカーザブローゲーム無事クリアになります。まだまだいろいろなアイワナプレイしていきますので、引き続きお付き合いいただけると嬉しいです。またね、なんかリクエスト、おすすめのアイワナありましたらコメントをいただけると嬉しいです。というわけで最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また他のシリーズでお会いしましょう。はい、バイバーイ。あ、見せらんない、見せろ、早く早く行こう。あー、ちょっと、オッケー、なもういいって、サブ、ヘイヘイサブ、ヘイ、よし、やばい、うわ、あいつさえいなければ桐山ちゃん、うー、マジでハハハハハハ。